無理ですよ。たった3ヶ月でクラス全員を卒業試験に合格させるなんて。はめられた。おはようございます。どうしたの？変な顔して。変な顔に見えんなら 100% 高須のせいね。ああ、本気で日本語教師やらせるために葉っぱかけたんだよ。内心期待してると思うんだけどな、俺は。私に？うん。渋谷先生、おはようございます。おはようございます、カトリーヌ先生。カトリーヌじゃなくて、カトリーです。あんな汗臭いのの、どこがいいわけ？大丈夫か？どう転んでも日本語教師には見えないな。どうかなんとか言って。本当は期待してるんでしょ。誰に？私に。めでたいやっちゃな。負け馬に期待するほど落ちぶれちゃいねえんだよ。はあ、日本語教師はただのステップだからね。ステップです。ステップです。クラス全員を卒業させて高校教師の職を紹介してもらう。それが私の目的ですから。それができたらな、お前は大穴だ。大穴にかけなかったこと絶対後悔させてやるからね。くれちゃってんだよ、大穴パルコ。は？お帰りになります。お帰りになります。お乗りになります。お乗りになります。こうやって動詞になりますをつけると尊敬語になるの。いい？わかった？はい。じゃあね、他の言い方で言ってみてください。ジャックとエレンとお。お座りになります。はい。お書きになります。いいよ。お母さんになります。お母さん？ちげえよ。動詞だってば。お母さんは名詞でしょ。あ、おばあさんになります。年取っちゃったよ。静かに。ね、ダイアンナ、月の女神という意味だよ。詳しいね。なんでそんなこと知ってんの？いやー、なんかやめろよ。そういうこと。じゃあね、じゃあダイアナ、お食べください。うーん、食べるの尊敬語は召し上がるね。お食べくださいは間違いですか？うーん、まあ、よく使うけど正確には間違った言い方かな。あのね、敬語には言葉によっていろんな使い方があるの。あのね、召し上がるは召し上がるはね、一番敬意が高い言葉で、今のだったら召し上がってくださいが正解。例えば他にはいるとか行くとか来るがいらっしゃる。いらっしゃい。桂三氏ですか？ポール、今日宿題みんなの3倍だからね。マジかよ。先生に対しては敬語でしょ。マジでございますか？あのさ、ちゃんと勉強しようよ。みんな何しに日本に来たの？忍者を探しに来た。忍者？ヤクザにお会いしとうございます。あなたはヤクザですか？同人誌買いに来た。君、オタク？敬語めんどくさいよ。日本も英語にしようぜ。漢字の国は全部中国語するべきよ。スウェーデン、スウェーデン、スウェーデン。日本人も敬語知らないです。え？私バイトするファミレスで
日本人、お食べくださいっていう。ああ、それバイト敬語じゃありませんか。バイト敬語？ご存じないのですか。あ、ああ、あれね。あれって？いや、てかさ、それ知りたいならファミレス行った方がよくない？ね、その方がいいよ。よし、アルコのおごりだ。いや、ちょちょちょ、誰がおごるって言ったのよ。俺たち卒業するからさ。そうすると、アルコ大穴になるんだろ。は？おごってくれたら勉強するよな。大穴、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 大穴。ちょちょちょ、静かに。あんたら、大穴って言葉知ってて言ってんの？ビーゴー！ビーゴー！ビーゴー！この番組はデザイニングザフューチャー KDDI の提供でお送りします。バイト敬語、うん、知ってる？あれですよね、コンビニやファミレスで1000円からお預かりしますとか、レシートのお返しになりますとか。ん？それ間違ってんの？お前みたいな中途半端な教師初めてだよ。いやいやいや、こう見えて熱いんですよ、ハルコ先生は。なあ、今日だってな、生徒に自腹でごちそうするのよな。ごちそう？まあ、コミュニケーション。そう、コミュニケーション大事だって校長もよくおっしゃられてたじゃないですか。バーカ、お前も勉強し直せ。え？おっしゃるは尊敬語、られるは尊敬形で二重敬語になるので、単におっしゃったでいいんですよ。乾杯！しけてんな。うるさいわね。てか、どっから覚えてくんねん、その言葉。あっ、ダイアンナ。もうお腹いっぱいだよ。じゃあもう食べない？食べるよ。お待たせしました。こちら四川風麻婆豆腐になります。なります？じゃあまだ麻婆豆腐じゃないの？はい、こちらアメリカンバーガーになります。なります？これからなるのかよ。じゃあ今のこれは何？それがバイト敬語よ。正しくはこちらが麻婆豆腐でございます、アメリカンバーガーでございますっていうの。あの、あ、こっちの話ですので。お飲み物は大丈夫ですか？大丈夫じゃない時もあるの？イカ様ですか？イカ様？静かに。あ、すいませんね、もう。ご注文の方は以上でよろしかったでしょうか？ご注文じゃない方もあるの？あのですね。すいません、あとはこっちで片付けるんで。日本人、なぜ間違った敬語を使うの？いや、なぜって。信じられない。ダイアナ、彼女が怒るのも無理はありません。私たちは正しい日本語を学びに来たのですから。嫌です、お店の日本語デタラメです。アルバイトが偉そうなこと言うんじゃないよ。どうしたの？間違った日本語喋りたくない。そんなわがままが通用すると思ってんのか？彼女はただちゃんとした敬語を使いたかっただけなんです。ちゃんとしてますよ、うちは本社のマニュアル通りやってんですから。マニュアルって、
お店、人と人、マニュアルいらない。なぜ自分の言葉喋らないですか。サービスを統一するためにやってんだよ。日本人バカ。バカ？バカって。正直このマニュアルに問題があるっていうか、こう問題あるのは彼女の方でしょ。なんでバイトからクレームつけられなきゃいけないんだよ。しかも外国人に。外国人は関係ないじゃない。そうだよ、そうだ、そうだよ。ダエナ、正しいわよ。みんなね、めんどくさくなるからあっち行ってて。日本中どこ行ったってね、うちと同じようなマニュアル使ってますよ。あ、オタクの教え方が悪いんじゃないの。はぁ、オタクが中途半端な日本語を教えたからじゃないの。間違った日本語嫌です。ダイアナは引っ込んでて。中途半端な日本語を教えたのはこっちの方でしょ。外国人にね、間違い指摘されてんだよ。日本人として恥ずかしくないわけ。嫌ならやめてもらって構わないんだぞ。そんなこと言われなくたってね、こっちからやめてやろうよ、こんな店。帰ってくれ、二度と来るな。店長さん。ダイアナ、我慢しなくていいよ、もう帰ろう、ね。私、やめるって言ってない。え？ダイアナは単に意見をしたかっただけなのでは。ハルコのバカ。え？バカかお前は。一人で突っ走って辞めるつもりのないバイト辞めさせて。だって教え方が悪いってバカにされたんだよ。ペーペーのお前にプライドなんかあるのか。敬語もろくに知らないくせに。知ってます、めったに使わないだけです。そこ威張るな。これ以上余計なことするなよ。何が余計なことよ。教師が生徒にアルバイトを斡旋してはいけないことになってるんです。斡旋するっつったってバイトなんか探せばいくらだってあるでしょ。ないんだよ。日本語は不自由な上に文化の違いとかあってさ。できれば辞めない方が良かったんです。ついてください。あれ、ダイアナは？休みらしいです。ダイアナ、クビ。悲しいね。ねえ、なんとかしてあげたら。教師が生徒のバイトの斡旋しちゃう。武士の情けはないでござるか。しょうがないじゃん。はい、もうみんな席ついていいから、授業始めるよ。バイト、クビ、生活苦しいよ。メイド服似合ってたな。このままでは筋が通りませんね。金なくてロシア帰るんじゃね。全員で卒業しないと困るのは春子だぞ。荷物重いか。気が重いのよ。てか、なんであんたついてきたのよ。心配だよ。ダイアナのこと心配したってしょうがないでしょ。心配は春子だよ。心配されなくたってちゃんと謝ってくるわよ。あれ、ダイアナだよ。お、ダイアナ、ひょっとして謝ってきたの？私？悪くない、謝らない。じゃあ何しに来たの？普通にバイトしに来たら追い返された。ダイアナ、腹ペッコか。お金ない。
昨日から何も食べてない。菓子折り美味しいね。なんであんたまで食ってんのよ。食うか。食べるわけないでしょ。ごめんね、ダイアナ。日本語？美しいから好きです。敬語は相手、思いやる言葉だから好きです。けど、日本人？軽く思いすぎ、もったいない。やりたい仕事ある？一緒に探そう。ダイアナは日本で何がしたいの？舞い上がり夜アーチ肩の向こうのあなた、山が演歌歌手か。演歌のアルバイトはあるか？あるわけないじゃん。くごりん、あなたと声たい。はまきごえ。どうもすいませんでした。先日うちの教師が失礼なことを言ったみたいで。で、ダイアナのことなんですが。無理ですよ。ですが、彼女を辞めるつもりはなかったと思うんですよ。雇ってあげたくてもできないんです。あ、ちゃんと見張っててよ。高須先生が来たら教えるよ。あ、あのアルバイトの募集を見てお電話させてもらったんですけど、はい。あ、いや、私じゃなくて、あの、ロシア人の女の子なんですけど、はい。そうですか。はい。なんで外国人はダメなのよ。いや、大丈夫だよ、ダイアナ。心配すんなよ。うん、渋谷先生、こういうのはまずいんじゃ。いや、分かってるよ。でも、ハルト先生一人に任せられない。ダイアナはうちの生徒なんでさ。ねえ、キャバクラはどうですか？キャバクラ？ダメよ。水商売は逮捕されて強制送還だからね。そうなの。キンデ、あんたもしかしてやってないよね？やってないわよ。あ、そういえばさ、ダイアナファミレスのバイトをどうやって見つけたの？一人じゃ見つけられなかったでしょ。前の人に教えてもらいました。前の人？あ、うちの卒業生。卒業生って？先方も素性がはっきりした生徒なら安心して雇ってくれるんです。はあ、そうなんだ。ってことは次の人がもう働かせてもらえないだろうな。高須先生来たよ。何を慌てとるんだ。全員職員室に来い。聞こえなかったのか。ファミレスにもう一回行ってお願いしてきます。無駄だ。私のせいだし、土下座でも何でもしますよ。あの店はもうなくなるかもしれない。は？辞めるかもしれないって本当ですか？実は半年前に近所に新しいファミレスができたんだよ。それもあって業績が悪化してたんだ。
ダイアナにはどの道やめてもらわないといけなかったんだ。ああ好きだったんだけどな、この店。もう一度お客様に美味しかったって言ってもらいたかったな。今になってつくづく思うよ、お客様は神様だったんだなって。そんな言葉してます、演歌です。意味わかるか。そこまではわかんないか。ねえダイアナ、前にさ、日本人はどうして間違った敬語の使い方をするのかって聞いたよね。はい。多分ね、あれはお客さんに喜んでもらおうとする気持ちなんじゃないかな。例えばね、レシートのお返しになります、これは間違った言い方だけど、ただレシートですって渡すより丁寧に聞こえるんだよね、日本人には。美しい言葉じゃないけど、軽い気持ちで言ったんじゃないんだよ。ただお客さんを思いやるあまりそうなっちゃったんだと思う。思いやる？私大好きです、日本人の人情は美しいですから。マイチじゃね？四川風ってうちのと変わんないじゃん。これもアメリカで食べたのと全然違うし、ちょっと微妙っしょ。だよね。店長さん、すっごい生意気なこと言ってもいいですか？何やってんだよお前ら。何って店長さんに本場の料理を食べてもらおうと思いまして、みんなに作ってもらってんの。お店の料理まずいかんね。ハルコ、それは失礼だと思います。あ、早く食べてよ。四川風麻婆豆腐、この花椒じゃないとダメなんだよ。花椒？アメリカンバーガーはグリルで焼いて焦げ目つけねえとダメなんだよ。グリルで？あの、作ったのは素人ですけど、彼らの舌は本場の味を知り尽くしてるはずなんです。渋谷君、いや俺いいと思います、全部お店のためなんですから。まあ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 ね、とりあえず食べてみてくださいよ。じゃあ。うまい。あ、ちなみに店長さん、ついでに言葉も直してみませんか。言葉？よーい、はい。いらっしゃいませ、こんにちは。ありがとう。いらっしゃいませはお客様に対する挨拶の敬語で、こんにちはも挨拶だから2つ続けて使う言葉じゃないの。普通にいらっしゃいませだけでいいから。お待たせいたしました、こちらが四川風麻婆豆腐になります。はい、カット。なるは変化するって意味だから、正しくはこちらが麻婆豆腐でございます。は大丈夫ですか？はい、これもカット。相手をね、いたわってるつもりだろうけど、正しくはお飲み物はよろしいですか？ご注文の方は以上でよろしかったでしょうか？カット。これも間違いね。方はいらない。そう、方の意味は2つ、 A より B の方が好きっていう比較する場合と、東京の方から来ましたっていうぼかすときに使う言葉なの。よし、
じゃあ続けて。よろしかったでしょうか、過去形だ。あ？過去形にすることで言葉が柔らかくなり、丁寧な言い方のような気もするが、よろしいでしょうかで問題ない。正解は、ご注文は以上でよろしいでしょうか。お会計3000円からお預かりします。はい、加藤。今のだと3000円から何かを預かるっていう意味になっちゃうから、正しくは3000円お預かりします。3000円お預かりします。そう、じゃあ正しい言い方で最初からやってみて。いくよ、よーい、スタート。いらっしゃいませ。どうぞ。春子先生、私はそろそろ。あっ、渋谷ってコスプレ好きらしいよ。え？だからちゃんと仕事してアピールして。いや、私無理です。だから先生、ちょっと、なんで逃げる？先生、体の調子どう？今日ね、ちょっといいことがあって、日本語教師も悪くないと思ったよ。けど、約束は忘れないでね。私がなりたいのは高校教師だからですって。本当はね、日本語教師になってもらいたいんだけど。いくら校長先生の教え子でも生徒の足を引っ張るようなら全力でやめさせます。え？ファミレス潰れちゃったの？結局業績が回復するまでなんか行かなかったみたい。あ、そっか。ならダイアナさんは？また新しいバイト見つけてみたい。まあウェイトレスだとか言ってたけどね。また舞い上がり揺れ落ちる肩の向こうにあなた山が燃える。何がある？ダイアナ、授業始めるよ。喜んで。ん？今のフレーズどっかで聞いたような。今度は居酒屋か。あなたと越えたい浜木越え。浜木越えって何？ダイアナです。マリーの人気を好きに、ハルコもお手上げ。もう控えなすって。生徒のためならば、ヤコザに神づくハルコ。次回、ハルコの人気王が炸裂します。やってやろうじゃないの。